What it is, y'all? It's your boy Chingy, man. Straight from the loop. Where we stay tuned. Damn. Yeah. Room 101 with Chiho Watanabe. Watanabe on Bay FM 78。午前3時を回りました。音楽ライターの渡辺志保です。毎週金曜日のこの時間はミュージックガラージルーム101。ヒップホップを中心に今の音楽シーンや様々なカルチャーを取り上げていくプログラムです。今夜もこの後3時30分までお付き合いください。番組へのご意見、ご感想、質問やリクエストなどなど、ツイッターやメールでお待ちしております。ツイッターで番組の感想をつぶやいてくださる際はぜひ、ハッシュタグルームアンダーバー101、ルームアンダーバー101をつけてつぶやいてくださると嬉しいです。キャンちゃんさん、タイムフリーで聞いてくださりありがとうございます。そしてですね、なめ太郎さん、先週私がこうね、ストリーミングサービスがいきなり終わっちゃったらどうしようみたいな話をね、すごくこう気流に終わればいい話なんですけれども、しておりまして、なめ太郎さんは日本のアーティストなどメンバーがやらかすとすぐ引っ込めちゃうとかありますもんね。あとニールヤングみたいなケースも、定額配信は基本的にすごく助かっています。現状聞く気さえあれば古今東西いろいろチェックできますのでとか、あと吉田久さん、試しに先月からサブスクやめてます。新譜が自由に聞けないとか、ふと気になった誰かの作品を聞き漁れないとか、いろいろ不便な点はあるんですけど、サブスクを使い始める前みたいに、1枚のアルバムを繰り返し聞いたり、最近聞いてなかった手元にある作品を聞いてみたり、変化を楽しんでいます。めちゃくちゃいいですね。なんかポジティブな動きっていう感じがします。あ、やめること自体がポジティブっていうわけではなくてね、その変化を楽しんでいるっていうね、その心持ちが、すごくポジティブだなと思います。ウロタンさん、エイウィチの44バース熱かった、フローレンス&マシーンのキングも熱いとするということで、リクエストいただいております。ありがとうございます。ヤマケンさんも、全てのストリーミングサービスが一度に全部停止しちゃうことはそうなくても、経済制裁なんかによってアメリカのサービスに接続できなくなるみたいなことはあるかもですね。考えちゃいますねっていうことで、そうなんだよね。なんか私もちょっとね、いろいろこうね、今の世界情勢なんかを見ていて、そういったこともあるのではないかなというふうに、もう本当いらん心配って感じがするんですけど、案じております。吉田久さんはね、以前に紹介していたコリン・キャパニックのネットフリックスシリーズを見てますというふうにもツイートをしてくださっております。ありがとうございます。そして皆様からのメールもお待ちしております。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp、 101@bayfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。そしてですね、今日のオープニングチューンを一曲聴く前にですね、メニュー紹介を行いたいと思います。今日はミュージックガラージルーム101、久々のゲストの方をお招きしてお届けします。しかもシスタラップバイブルという、ほんとね、筆啓の書を、翻訳をね、手掛けられたあの推しの素子さんをゲストに、シスタラップバイブルを元にですね、ああだこうだとお話を伺いますので、楽しみにしていてください。というわけで今日の1曲目ここでお届けしましょう。先週ですね、私も彼女の初のワンマンライブに足を運びまして、アソボイズムちゃんというですね、女性のアーティストの方なんですけれども、彼女の曲でスタートしたいと思います。で、ワンマンライブの日は、すごくこうね、ちょっと肌寒くて雨もザーザー降りだったんですけれども、でも会場の中はすっごく暖かくて、で、時折こう、アソボイズムちゃんの緊張感なんかもステージからこう伝わってくるような感じがあったんだけど、めちゃめちゃ暖かいし、あとお客さんも女の子が結構多いなというふうに見ていて、で、まあ、アソボちゃんももともとはシンガーソングライターでギター片手に歌うスタイルだったんですけれども、今はまあ主にラップをね、自分のこう表現方法として選んでいるということで、その女の子が女の子のラップを聞いて元気づけられるとか勇気づけられるとか、なんかそういったシチュエーションって本当に尊いなと思ってですね、すごいなんかもううるうるしながらステージを見てしまいました。そんな彼女のディスコグラフィーの中でも、私がめっちゃなんか勇気づけられる曲、ないもんでなりという曲がありまして、最高の曲なので、皆様にも聞いていただきたいと思います。それではお届けしましょう。アソボイズムでないもんねだり。Dig tracks, get the rhythm, move to the beat. Recommended tracks, nail it, flow.
音楽ライターの渡辺志保がお届けしているミュージックガラージルーム101、湾岸エリアのラジオステーションベイ FM からお届け中です。ここからの時間は嬉しい待望のゲストの方をお招きしております。クローバーホープ著シスタラップバイブルという書籍の翻訳を手掛けた押野素子さんです。押野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。はい、こんばんは。嬉しいです。ね、嬉しいです。私もねえ、現在、ワシントン DC にお住まいということで、以前、2020年6月にですね、まあ、ジョージ・フロイドさんの事件が起こった際に、こちらの番組にも出ていただきまして、その時のブラック・ライブズ・マターの運動について、そして、まあ、ワシントン DC の様子についてなど、お話しいただきましたけれども、今のなんか、ワシントン DC ってどういう状況なんでしょうか？まあ、コロナとかも、大体もう、でもね、もう3月の頭にマスク着用義務がもう解除されたんで、今ね、路上だとマスクしてる人がほとんどいないんですよ。で、開放感。レストランとかも、はい、店員さんはマスクしてるんですけれども、普通の人たち、ご飯食べてる人たちはご飯の後でもそのままもうマスクもせずに喋ってて、で、私もオフィスに今週マスクをしていったら、あ、君はマスクする人なんだ、んーとかいう感じの、なんかもう、結構そういう感じで、マスクしてない人が大半なんで、日本の方からすると多分、ちょっとね、信じられないような感じだと思うんで。確かになんか、日本だと逆にマスクしないと、え？みたいな。大丈夫？あんた？みたいなね。うん、今もやっぱそういう感じがあるので、なんかね、いつになったらって思うし、やっぱアメリカの音楽ニュースサイトとか見てても、どんどん皆さん大きいツアーなんかも再開されてるから、なんかちょっとそういうのを見てると、ちょっと置いてきぼりみたいな気持ちに、なってですね、ちょっと切ないなと思うんですけれども、で、まあ、押野素子さんは、翻訳家としてもね、常に活動されておりまして、ご自身の著書にも禁断の英語塾、そして訳書にマイケル・ジャクソン裁判、フライデー・ブラック、私の名前を知って、そしてマーチ、そしてヒップホップ・ジェネレーションなどなど、この番組聞いてくださっている方だったら、絶対に最低でも一冊は、押野さんが訳された、もしくは執筆された本をですね、絶対に読んでらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、そんな押野さん、今回お招きしましたのは、このね、冒頭にも紹介したシスタラップバイブル、ヒップホップを作った100人の女性を、翻訳された著書はブルックリンを拠点とする音楽ライターの、クローバーホープさんですということで、これ私は本当にこう原書もちょっと出版社の方に紹介してもらってめちゃめちゃ楽しみにしてたんですよ。もうちょっと今日ずっと早口で喋ってると思うんですけどめちゃくちゃ楽しみにしてて、うん、いやでもロクサーヌシャンテからカーディビーまでクイーンラティファ、リルキム、ローリンヒル、本当に皆さんがパッとこうアメリカのフィメール MCとこう言われて思いつく方々はもちろんのこと、あ、こんなアーティストもいたんだとか、うん、あとやっぱ私は個人的にトリーナとかラチャットとか、やっぱそういうサウスのフィメール MC たちにもバッチリね、記されているところなんかもあっちーと思いながら、聞いてましたが、でもまずこのね、まあ対策となりますけれども、押野さんが翻訳作業を進めていく中で、例えばこう新たに発見した出来事とかありますか？ね、新たな発見ではないんですけど、やっぱりロクサーヌシャンテの凄さを思いましたね。やっぱり、うん、うんうんうん、やっぱりなんか14、15歳でラップバトルっていうアートをフィジカルなディスレコードっていう形で行った初めてのアーティストっていうことがまずは途方もないことだし、あとフリースタイルバトルで明らかに実力では優勝していたのに、はい、女子がラップバトルで優勝するのは好ましくないっていう理由だけでチャンピオンにはなれなかったっていう、そういうこともあるんで、ね、本当 ね、女だからっていう理由だけで過小評価されてきたアーティストのもうナンバーワンっていう感じがしますね。うん、うん、うん。いや、でも彼女がそういったことを経験してきたからこそ、こう、ペイブ、なんか道がね、こう、ちゃんとできたっていう、その紛れもない事実だと思うし、その存在のデカさっていうのは私もロクサーヌシャンテに関してはですね、非常にこの本で学び直したという感じです。ね、よかった。そうでね、一応ほら、ネットフリックスとかでもああやって電気映画もあったし、うんうん、再評価こうやってされてることがすごい私はやっぱり良かったな、嬉しいなっていうふうに思いますね。はい。うん、はい。いや、ありがとうございます。特に訳されていて印象的だった箇所であるとか、センテンス、こうした表現、こうした文章っていうのはありますか？はい。やっぱりイントロダクションに出てくる、nice for a girl。女子にしては上出来っていう、もうあの言葉ですね。これは、著者のクローバーさんがルダクリスにインタビューした時に言われた言葉っていう、それで逸話で載ってるんですけども、やっぱり、はい、女にしてはっていう
言葉っていうのは、大体おそらく日本にいる女の人も多く経験してると思うし、やっぱりそういった意味では、この、その言葉が、もう、あ、この本はちょっと楽しみだなっていうので、すごい印象に残りましたね。いや、私も最初にこう、原書を読んだ時に、そのリュダクリストの逸話、そのリュダクリストめっちゃその、なんかね、長々とインタビューして、いろんな話をした最後に、女の子にしては、なんかよく知ってんね、みたいな感じのことを言われたって、それも、なんか私もやっぱちょっとそういう経験あります。うん、し、で、これって多分ヒップホップのフィールドに限らず、その男性中心的な分野で働いている女性っていうのは多分女にしてはうまいねとか、うん、女の子なのにすごいねとか、うん、そのね、今、押野さんとズームで顔見ながらこのコーテーションの、こう、ね、こうクイクイっていうのを押野さんもやってらっしゃるけど、その女にしてはっていうのをめっちゃ言われ、私も言われ続けてきたし、押野さんおっしゃるように、もうそれでもうんざりしてる方って本当に多いなって思うんですよね。うん、まあこれは多分ジェンダーが入れ替わってるケースもたくさんあると思うんですけど、うん、そうだからこれを私もイントロダクション読んだ時に、よ、クローバーホープさんでもこういうこと思うんだっていう、ちょっと親近感というか、ね、うん、感じましたね。で、それで実際そうやって言われてもずっとやり続けるっていうか、それは実力でそれをなんとか証明していくっていうところで、はい、やっぱりしほちゃんともかなりつながる部分が、クローバーさんとしほちゃんの、そのなんか共通点っていうのがあるような気がする、私はそう思う。ああ、そうですか。いや、めちゃめちゃなんかもありがたいなとも思うし、このクローバーホープさんずっとバイブとか WXL とかも名だたる、ね、ヒップホップメディアに、携わってきてという方ですけれども、そういうキャリアをね、経た方でもやっぱり、まあ、このリダクリスに言われたっていうエピソードはね、かなり前のものではありますけれども、そういうね、シチュエーションに陥ってしまうんだなっていうのは私もすごく印象的でした。はい。で、あと私は個人的にこう、ミア X とかがやっぱり当時、そう、なんだっけ、こうね、女性なんだからもっと痩せなよとか、あなた肌は綺麗だけどちょっとボディラインがとか、そのやっぱそのルッキズムというかね、うん、そのもうちょっとセクシーな格好したらビデオももっと撮ってもらえるのにとか、でもこんな話、まあ、当時も今もたくさんあるんだろうなと思って。うん、でも私やっぱミア X で好きなのは、それでも、はい、いや、私別に健康の理由がなければ、これで行くから、みたいなと。ね、なんかこのおばあちゃんがいるからやらない、みたいな。それではっきりそこら辺を言ってたのと、あと私マスター P が、曲は除いてマスター P っていう存在自体が好きなんですけど。ああ、そうか。じゃあ、そのね、ミア X が所属していたノーリミットレコードのこう、ボスとのね、はい、マスター P ですけど。で、マスター P が彼女と契約したってことは、マスター P は彼女がそういうふうにちょっと太めだっていうことも気にせずに契約したっていうところは、ちょっとマスター P 評価が高いく、そこで。なってそうかも、うん。うん。そうですよね。マスター P がね、最初からデビューの時から、いや、もっとお前セクシーな服着ろとかね。ね。言ってたかもしれないけど、そうじゃなかったっていうことですもんね。多分もっと他の、大手のレコード会社の絡みの人たちが、うん、うまい具合にそうやってダイエットしたら、もっと売れるわよ、みたいに言ってたと思うし、うん、もうなんか想像もいっちゃうぐらい、よくある話なんで、はい、本当に。ああ、そうか、そうか。そう、だから六三のシャンテとかと、クローバーホープさんも最後のアウトロのとこでも書いてらっしゃったけど、その、不当な賃金で働いていたみたいな、その満足にお金が得られなかったみたいなことが、ちょこちょこと本文の、うん、中にも出てきてて、やっぱり当時そういう状況だったんだよっていうことが、今つまびらかにされるっていうことが、すごく、大事な役割を、この本が果たしているんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、私も全く同じことを思います。はい。でも、押野さんも、ま、ずっと今アメリカで暮らしていて、こうした、こう、ヒップホップであるとか、R&B ミュージックを紹介するお仕事もされているということで、まあ、今回こうした本当にこう、女性ラッパーだけに焦点を当てた本が出版されたということは、ご自身ではどのようにこう、受け止めてらっしゃいますか？やっぱりね、すごい嬉しいですね、それこそ。うんうんうん、で、あとね、アメリカでなんか、多分ここ数年、こうやってやっぱりそうやって女性ラッパーが今までも結構才能ある人たちいっぱいいたんだよっていうのを再評価しようみたいな、多分波がちょっと来てんのかなって思うのが、うんうん、来月DC でもやっぱり往年のモニーラブとか MC ライトとかトリーナ、ダブラット、エディマーがなんか集結してライブをやるんですよ。で、それにライブにつなげて
MC ライトがビジネスセミナーみたいな、音楽業界で生きていくためにはみたいなセミナーもついていて、そういうのをやってるので、あ、この本はそのトレンドに乗ってるっていうか、うんうんうん、やっぱりなんかもうちょっと女の人たちをきちんと評価しようっていう流れが来てんのかなっていうふうに思ってるので、それはすごい嬉しいですね。あと、もう一点、音楽本って歴史的に黒人アーティストの話でも白人ジャーナリストが書くことが主流で、うん、確かに、はい。それで黒人ライターにね、うんうん、ほとんどチャンスが回ってきてなかったんですけども、はい、最近ほら、日本でも、ケンドリック・ラマーの評伝がね、うんうん、出ましたけど、はい、あれ、黒人男性が書いていて、はい、この女性ヒップホップアーティストの本は黒人女性が書いてるっていうように、最近当事者に近い人たちが書くケースも少しずつだけでも増えてきてるんで、そういった意味でも、この本はやっぱり、あと、黒人女性が書いてるからこそ、リル・キムとか、カーディ・ビーとかのちょっと、際どい歌詞を、変な忖度とか、偏見とかをなしに、そのまま紹介できていて、あと、当時がどうだったかっていうことも書いてあるんで、そういう点でもすごい意義のある本だなと思って、嬉しいな、この本っていう感じですね。うん。いや、でも本当にそれおっしゃる通りな気がします。やっぱり、こうした当事者に近い存在の方が書くローリンヒルについての文章とか、うん、やっぱりすごくこう、深遠っていうか、その深みがあるなというふうに感じたし、なんか、そういうふうに書いてもらえると、私が今まで本当にこう、表面的にしかやっぱり知ることができないし、あと、バハメディアとかも、そう、なんかこう、あ、こういうラッパーだったんだっていう、その、なんていうんですかね、読んでいくうちに、縦の糸と横の糸がすごくこう、緻密にこう、つながり合わさっているような、なんかそういった印象も受けたのは、やっぱりね、その黒人女性が書いた本だからっていうところに尽きるのかなというふうに感じました。あとやっぱりリアルタイムで経験して実際に自分がね、小学校の、バスの中でソルトゥンペッパーの歌を歌ったりとか、はい、やっぱりそういう経験が入ると、なんか音楽にも、なんだろう、いろんな、ね、さらに要素が付け加わるので、はい、そういった意味ではやっぱりなんか楽しいっていうか、両方混ざってるから、個人的な経験と、実際のその歴史的な話が両方混ざってるんで、バランスがいいなっていうのも思いましたね。いや、本当にその通りだと思います。で、まあ、この本、ようやくそのね、翻訳、まあ、大篠さんの役をもってして、日本にもこうやって入ってきたぞっていう感じがしますので、大篠さんはこの、シスタラップバイブルを通して、日本のリスナーにもこんなことを感じ取ってほしいとか、なんかこういうメッセージ受け取ってほしいって、そういう思いはありますか？ですね、これはまずは、読者の全員、皆さんにって感じなんですけど、女性ラッパーだけでもこんなにたくさんいる。こんなに才能のある人がたくさんいたんだっていうのを、本ちょっと重めなんで、その重みとともに実感してほしいっていうのと、あと特に女性に向けて思うのは、日本ではアメリカ以上に多分ね、女性として何かの道で頑張るっていうのは大変だと思うんだけど、この本でね、いっぱいこうやって頑張ってきた人たちを見て、何かしらのインスピレーションとかをもらって、みんな女性同士でなんか力を合わせて、これからさらに若い女の子たちがもっと楽に生きられるように、道をね、作っていってくれたらいいなーってね、そこまでやってくれる人いるかわかんないけど、一応なんかそういう人が一人でもいたら嬉しいなーっていう感じですね。いやー、本当にそう。で、だから最初もね、そう、女にしては上出来っていうイントロの文章をおっしゃってましたけど、でも、イントロからアウトロまで本当になんかその、努力、クローバーホープさんの努力というか、ある意味執念というか、なんかそういったものもすごい詰まってるなと思ってて、で、これって、まあ繰り返すけど、本当ヒップホップのフィールドだけじゃないところにもね、皆さん、うんうん、そうだよねって思う、共感できるポイントたくさんあると思うので、いや、読んでほしいなというふうに思いました。はい。で、今日はですね、なんと、おしのさんに一曲、選定してきてもらっているんですけれども、はい、どんな曲になりますか？ですね、3月18日にお誕生日を迎えた、クイーン・ラティフのフェミニストアンセム、UNITY、はい、ユニティですね。はい。これぞっていうね、曲だと思いますけれども。はい。なんかこう、おしのさんはこの UNITY、まあ、AKA ユニティに、なんか、思い出っていうか、個人的なエピソードとかありますか？っていうかね、結構なんか、こっち90年代とかで、やっぱりこの曲ってすごい流行って、本の中では、この曲ほど反骨精神に溢れて、時代にマッチしたアンセムはなかったって書かれてるほどの曲で、はい、ビッチって誰か男性が言うと、
あの、この曲の中のね、リリックを引用して、Who you calling a bitch? ちょっとビッチって誰のこと呼んでんねんみたいな。はい、そういうので、そこから、You and I, T.Y. って歌うのが、ちょっと流行ってたんですよ。そういうなんか、そういうちょっとお約束のなんか、流れみたいなのがあったので、やっぱり、そういった意味ではすごいなんかこの曲思い出深いし、やっぱり、クイーン・ラティファの愛され方って、黒人女性にがクイーン・ラティファを愛するあの、情熱ってすごくて、本当に彼女って信頼されてるので、特に黒人女性にはこの曲は愛されてる一曲なんで、ぜひ、あの、この本と共にするんだったら、やっぱこの曲かなと思って選びました、はい。ありがとうございます。あの、実はいくつか他にも候補があって、その中にはキアの、キアのマイネックマイバックとかもね、あって、私個人としてもマイネックマイバックかけたい。そう、思いもあった。ラジオで書けるのはちょっとね、っていうね。いや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 、うん、まあね、まあいい、でもあの曲こそ本当に今でもクラブでかか、日本のクラブでもかかってるし、で、いろんな女性ラッパーがあの曲未だにね、サンプリングしたりとか引用したりで、すごい。あの曲は本当ね、うん、まあ、私ちょうど留学中だったので、うん、はい。あの曲が本当初めてかかった時ぐらいに、うん、あの、黒人のハウスメイトたちと一緒にいて、はい、なんじゃこの曲は、みたいなので。すごい、あの、インパクトの強さと言ったら、うん、多分この本の中では一番ぐらいにもう何じゃこりゃ系のインパクトとしては一番ぐらいだったと思います、本当に。なるほど。じゃあちょっとぜひ皆さん各自でマイネック、マイバック、そうそう検索して、各自で、はい、各自でね、はい、楽しんでみてください。うん、じゃあ最後に、おしのさん曲紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい。それでは聞いてください。クイーン・ラティファのYou and I, T.Y. です。よろしくお願いします。Dig tracks. Get the rhythm. Move to the beat. Room 101. Shiho Watanabe on Bay FM 78.渡辺志保がお届けしてきましたミュージックガラージルーム101、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。久々のゲスト会いかがだったでしょうか。もう押野さんがお話しする一言一句にもうん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 ってめちゃくちゃうなずきながらですね、ズーム越しにお話伺ったんですけれども、皆様からの感想なども伺いたいなというふうに思います。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。必ずメッセージには、電話番号を含めた連絡先をご明記ください。ミュージックガラージルーム101、ここまでのお相手は渡辺志保でした。皆様また来週お会いしましょう。 See you!